会社を辞めました。はい、YouTube、どうも、ホーノマンです。初回ということなので、まずは簡単に私の自己紹介をしたいと思います。私の名前はホーノマンと言います。年齢は46歳。現在、北海道の札幌近郊に住んでいます。初回のテーマなんですが、私、先日、会社を辞めました。私が会社を辞めた理由は、先日の春の移動で、北海道の地方都市への転勤を命じられたからです。現在私は札幌近郊の町に住んでるんですけども、転勤を命じられた町は、札幌から離れたところにあります。札幌は北海道では一番の都市で、とても魅力的な町です。だからその札幌から離れるというのが一番の大きなネックです。わー。さらに46歳というこの年で、また地方都市で一から生活をするということがとても辛く感じる今日この頃。なので思い切って心機一転、新たな生活を送るのもいいかなと思って、一時決心で会社を辞めました。まだ前の会社に席があるので、現在は有給消化中となっております。有給消化をしてから、次の会社、次の仕事を探したいかなと思っております。それまではちょっと今まで一生懸命頑張ってきたので、リフレッシュしたいかなと思っております。今回 YouTube を始めた理由は、46歳で会社を辞めた私が再就職をちゃんとできるのか、それともこのままダメ人間になっていくのか、ここら辺を皆さんにお伝えできたらなと思っております。今後ともよろしくお願いします。ということで、初回はこんな感じで終わります。またねー。